横断歩道での歩行者優先などを宣言した田原本町の営業所に横断歩行者保護宣言事業所プラスの証が交付されましがあすに始まる春の交通安全県民運動を前に行われた交付式では天理警察署の徳島芳雄署長がより安全な交通環境の実現を目指したいとあいさつしました 続いて、吉慶奈良田原元営業所の竹永静代主任が横断歩行者保護宣言を行い、徳島署長から宣言の証とマグネットシートが手渡されました吉慶奈良田原元営業所では、今月8日の弁当などの配達時に、交通安全や犯罪被害防止を呼びかけるリーフレットを配ることにしています。交付式の後 横断歩道歩行者優先と書かれたマグネットシートを車に貼り付けたスタッフは交通安全を心に誓いながら配達に出発していきました横断歩道付近で歩行者の方がおられる場合には必ず一時停止をお願いしますまたこのような取り組みが広がることを期待しておりますよろしくお願いいたします